はい、どうもこんにちは。昨年同様、ホームセンターのコメリさんより、草刈り機のね、商品提供いただきましたので、今回は動画撮影していこうと思います。今回ね、提供いただいたのはこちらのね、早刈りくん K28T と呼ばれるね、エンジン式のね、刈払い機なんですけど、なんとね、これね、タイヤがついているタイプで、女性とかね、まあ、ちょっと高齢の方とかも楽に草刈りができるアイテムみたいなので、こちらちょっと紹介していこうと思います。はい、それではね、こちらの早刈りくんなんですけどね、エンジンはね、35.5cc のね、2ストロークのエンジンを搭載しております。製造はね、丸山製作所というね、国内のメーカーさんが製造しているみたいです。はい、それでは開封していきます。こんな感じでね、ほとんどね、もう組み立ててる感じな雰囲気もありますね。よっしゃ。あ、軽いな。全然ね、片手で持てるぐらいのね、重さですね。想像以上に軽い。タイヤ、エアーなんだ。だから軽いんだな。これがやっぱまんまゴムだとね、ちょっとやっぱ重くなっちゃうから、エアータイヤで、しかも、アルミホイールついてる。やっぱ軽量化のためにね、普通のバイクのタイヤみたいなね、感じなので。なんかかっこいいな、めちゃくちゃ。はい。そしてね、エンジンはね、この丸山さんの、まあ、2ストロークでね、35.5cc のね、エンジンになりますね。国内のメーカーで製造されているっていうのはね、まず安心できるし、なんかね、トラブルがあっても、おそらくメンテナンスもね、楽なのかなと思います。まずは、替え刃の取り付け。替え刃の取り付けは、こちらをしっかり立てて、ね、スケールって書いてあるんで、こうやって立ててね、取り付けていきましょう。はい、今回つける替え刃なんですけども、こちらのね、刃になります。付属している刃が。で、これがね、樹脂製の動くね、刃になります。で、この刃っていうのが、まずはね、安全に作業できる。鉄じゃないのでね。で、これ自体は両面に刃があるので、もし削れてしまっても反対側にしてね、使うことが可能という感じで。これ自体もね、だいぶ軽いです。まあ、草刈り機ね、使うのがね、初めてだよっていう方もね、これ安全に作業できるので、これはすごいいいんじゃないかなと思います。ぎゅー。はい、OK です。で、こちらのカバーですね。これも取り付けていきましょう。はい、ちゃんとね、この取り付けの位置もね、出てるので、これはもう誰でも組み立てられるんじゃないかなと思います。よし、じゃあ次はハンドルですね。はい。じゃあね、ハンドルつけましょう。ハンドルはね、高さがね、すごい選択できるみたいなんですけど、とりあえず一番上あたりに合わせてつけていきましょう。はい。できました。はい。最後はね、このね、スロットルですね。これを取り付けて終了って感じみたいですね。はい、無事に完成しました。めちゃくちゃ楽なんだけど片手でも操れちゃうぐらい軽さ。旋回も楽だな。普段刈払い機は基本肩からかけてやるもんなんですけど、僕ね、肩ね、脱臼癖があってね、負担になることが多いんですけど、これは楽だな。じゃあ早速エンジンかけていきましょう。はい。それではね、こちら2ストロークのエンジンなので、混合ガソリンを用意しました。まあ、これはね、近所のコメリさんで購入しました。こちら書いてあると思うんですけど、50対1の比率の混合ガソリンを購入していただくか、自分で配合していただいて、入れてください。ただのガソリンだけ入れるとエンジンがくっついてしまうので、これは確実にね、やっていきましょう。はい。で、まあ、こうやってね、パッケージでもう、25対1から50対1に使用可能っていうのがね、書いてあったりするので、意外にね、こういったものを購入しちゃう方が、後々楽なのかなと思います。はい。コメリさんでも売ってるのでね、買ってみてください。バッテリー式のね、仮払い機を使うことも最近ね、多いんですけど、やっぱりね、エンジンにはかなわないですよ。結局は。うちみたいな、特に広い場所だと、エンジンじゃないとね、どうにもならないことも案外多くて、結局、エンジン式の草刈り機に毎回なっちゃいますよね。はい。まあ、このぐらいでいいでしょう。よし。で、あとは、もうね、普通に仮払い機と同じですかね。エンジンの書き方とか。こちらにね、ポンプがあって、これをまず押す。うん。まだね、初めての始動なので、とりあえずチョークですね。チョーク。はい。こちらのね、ストップスイッチ。これをね、オフの状態から
オンの状態に切り替えてください。で、もうあとはね、スターターを引けばエンジンがかかるといった感じなので。はい。それではね、エンジンをいよいよかけていくんですけど、こちらのね、リコイルスターター。普通のカリバラ液とかね、こういった感じの機械は、ほとんどがこれなんですけど、今回ね、コメリさん、やはり考えられていて、このリコイルスターターの中にね、スプリングが内蔵されているみたいで、これをね、引くのがね、だいぶね、軽い感じに、ね、なっております。まあ、女性やね、高齢の方にもね、嬉しい機能なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、草を刈り始めたんですけど、最初ね、やっぱり普通の刈り払い機と同じような癖が出て左右に振ったりしていたんですけど、どうやらね、この草刈り機はまっすぐ進んで刈っていくのが、正解みたいです。はい。で、頭の方をね、下げながらこうやって刈っていくんですけど、砂利とかね、なんか飛散物が多いような場所だと少しね、上向きにして刈る方が安全なのかなと思い、ちょっとこんな感じで刈ってみました。で、障害物にもね、ちょっと当たったりもしたんですけど、その際もね、火花とか出るわけでもなく、やっぱりこの樹脂のね、刃ならではの、回避能力があるのかなと感じました。はい、だんだんとね、コツをつかみながらね、草刈りができてきました。でね、今回がね、このタイヤ付きの草刈り機を使うのがね、初めてだったんですけど、やっぱタイヤが付いてるってだけでね、全く別物ですね、普通の刈り払い機とは。もうね、片手でね、押せるぐらい軽いんですよね。やっぱりアルミホイル採用っていうのもあるし、全体的にちゃんと軽量化されるように作っているので、このほら、こういった感じの動きだったりとか、ぐるっと回ったりとか、こういうのもね、だいぶ楽なんじゃないかなと思います。で、全然ね、関係ないんですけどね、個人的にね、このツーストの音、特にね、このなんか丸山さんのエンジンなのかな、なんかね、乾いた音がしてね、すごいね、心地いい音なんですよね。これはちょっとマニアックなあれなんですけど、ツーストのね、バイクかのような感じのね、音がしてね、僕はね、この排気音だいぶ好きですね。はい。で、普通のね、カリバラ機と違ってこのスロットルがね、こういった感じでアクセルの調整もすごい楽だし、また別物な感じもあるんですけど、草刈り機としてはだいぶ優秀なのかなと思います。この前まで頑張ってね、バッコンしていろいろしてたんですけど、雨が降っている間にね、こんな状況になってしまったみたいです。それにしてもすごい、もう背丈ぐらいのね、高さになってるし、もう道はもはやなくなりましたね。はい。とりあえず案外一瞬でこのぐらいの道ができました。まだまだすごい状況だ。じゃあ引き続きちょっとやっていこうと思います。刃なんですけど、今ね、こうやって付け替えたんですけどね、この刃はね、片側が削れてしまったら、こうやって反対側にしてね、もう片面も使える仕様になっているので、二度美味しいというか、ちゃんとね、余すことなく使えるような仕様になっております。
ただね、まあ樹脂製の刃なんで、まあ使っているうちにこうやってね、摩耗してったりとか石に当たってね、削れてしまうことがほとんどなので、これはね、替え刃が販売されているみたいなので、削れたら交換してね、やってみていただければと思います。はい。でもね、やっぱ金属刃に比べるともちろんね、切断能力とか劣るんですけど、安全にね、草刈りができてね、この樹脂の刃でこんなエリアのね、草が刈れるのであれば、全然ね、いいのかなと思いました。はい。はい、使い終わったらね、ピンジン式の利点というか、汚れたとこはね、シャワーで洗い流せます。お、きれいきれい。メンテナンスめちゃくちゃ楽だ。あっという間に綺麗になりました。これもまたね、草刈り機としてのねメリットかなと思います。ちょっとねバッテリーのはねブラシでちょっとここに草かき出して拭いたりとかそういうことしかできないものも多いので、こういった感じでね水洗いができるっていうのもねだいぶいいものなんじゃないかなと思いました。はい、使ってみた感想としては、まず草刈りっていうのは、ね、疲れずやるのが一番ね、ちょこちょこできるしいいかなと思うのでこちらのタイヤ付き、こうやってタイヤ付きでね押してね草をね刈れるのは体にとってもすごいね利点なのかなと思いました。樹脂のブレードを使っていますのでやっぱりね安全安心にね作業ができるのかなと思いました。はい、でそしてねさらにね、女性とかねご高齢の方に優しい機能としてこちらのね、エンジンのスターター、リコイルのスターターがね、軽いものが搭載されているのでエンジンのかかりもねめちゃくちゃ良かったです。普通の刈払機より手先から刃までの距離がね長いのでヤブとかねそういう部分に突っ込んで、草も枯れたりするっていうところがね僕はすごいいいのかなと、思いました。それというのも昔ねやっぱ草刈りしてね蜂に刺されたことがあって足元にね蜂の巣があってそれを踏んづけてしまってもう蜂に刺されたっていう体験だったのでこれの場合はね本当にこういった感じで伸ばしてねやるともう大体多分2メートルぐらいまで、ね、体からは伸びるんで、そういった面でもねこれはね便利なアイテムかなって、感じました。はい、じゃあねそんな感じで今回はねコメディさんから提供いただいたハエガリくんジュニアの紹介となりました。もちろんねこれ店舗の方でも購入できるんですけどコメディさんのウェブサイトの方でも注文することができるので、そちら概要欄に載せておくので見ていただければと思います。よろしければねまたこれから、草刈りの動画とかたくさん上げていくので高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。